久保さん、今回は「腹をくくるのは腹」にしましょうか「腹」<laughs> 切腹しますみたいなそう僕あの吉田松陰が好きなんですけど吉田松陰が好きになった理由はなんかその,あのまあ切られるんですけど首切られるんですけどまあその話があるんですけどねまあその首切る人がビビったっていうね 普通その首を今から切られるってなったら泣き、ま、泣きわめくだったりとか震えたりとか表情に変化したりとかしょんべん漏らしたりとかするらしいんだけど吉田商品は切れと無動作にしないっていうね <laughs> だからその首切りの人がこいつはただもじゃないっていうなんかそこが震えましたね自分だったら その首を今から切られますよって刀をこう振りかざさ,された時にそのそのそれその姿振る立ち振る舞いでいられるかって考えた時無理やなと思って <laughs> すげえなーみたいなこんなやつがいたんだみたいなうんそうだから本当に腹をくくるっていうのは、まあ、言葉では簡単には言えるんだけども多分極限まで言う極限はそこなんでしょうね 死すら腹をくくっているってていいるうでもはっきり言ってビジネスにおいてねそういう状況ってあんまなくないですかまあそもそも今刀持ってたら銃刀法違反で捕まるだろうしか、まあ、日本でね、まあ、今ちょっとロシアでやってますけどもロシアウクライナでやってますけど、まあ、日本でピストルそんなにバンバン発砲されてないし刀持って歩いてる人いないしそんなにねだからその でビジネスで、まあまあビジネスって言っても僕はネットビジネスをこう教えてるわけなんですけど、久保さん、ネットで腹くくらないといけないとかありますまあその、なんだろう、借金まみれになってね、なんか YouTube 始めたんだけど借金まみれになりました、Facebook 始めて借金まみれになりました、Twitter 始めて借金まみれになりましたとか、ありえないじゃないですか、だって0円でできるんだから。だから0円でできるからこそ、 まあまあ本当にその腹をくくんなくてもいいけど0円でできることを腹くくってもしそういうねかあの心の持ちようでできるんだったらまあそれは稼げるよねっていうだって0円なんだからあらりじゃないですか全部全部あらりですよねほとんどがうんもちろんその有名 YouTuber みたいな企画でねその何千万費用をかけて動画を撮るっていうことをやったら別かもしれないですけど別にね久保さんと僕なんかは ずっとこの億万長者合宿のやり取りなんかもうただもうただこれ喋ってだけじゃないですか <laughs> ね久保さんねここに費用がかかってんのかっていうと費用かかってますかかってないですよね <laughs> あ,あすいませんネット回線はかかってもある電気代とネット回線はかかってますけどまあそれはちょっと必要経費だと思って <laughs> うんまあカメラもねまあ僕一応マイクとまあその 外部のカメラ使ってますけど、まあ、スマホでもいいわけじゃないですかうんだからそんなか金かかんないので無料で腹くくってまあそのそこまでね切腹されるとか刀で切られる銃で撃たれるとかないのでうん、なんか僕はまあ人生変えられると思いますけどねそれぐらいの気持ちで臨んだらでなんでそれぐらいの気持ちで臨んだら あの収入上がったりと人生変えられるのかっていうと要はライバルがその気持ちでやってないからです単純にライバルがそんな気持ちでやってないから勝てるんですよだからねぶっちゃけ緩いんですよゆるい <laughs> 余裕なんですよ実はみんなね YouTube とかそのネットビジネスに対して武士道精神みたいなねその,その精神力で臨んでたらね勝てないですよ マジで死に物狂いでね、切るか切られるかっていう、その、打たれるか、打たれないかっていう、その精神状態で、本気で、なんかその、ネットで情報を発信してたら、みんながね、勝てないですね <laughs>。勝てない <laughs>。きついっすよね。 だって僕とか久保さんがね、この少ない再生数で勝ち,つ勝,ち続け勝ち続けてるっていう表現があれですけど、選ばれ続けてるわけじゃないですか。まあ、少なくても僕も選ばれなかったら飯食えないですからね、商品選ばれなかったらね。だって商品売ってる人なんかめちゃめちゃいるし、少なくてもでもその中でも選んで買ってくれる人がいるから僕は飯食えるわけなんだけども、そ選ばれる理由ってただまあ、まあ、そういう気持ちでやってて、そういうふうに伝えてるし、やってるし。 うんだからあと周りにそういう人がいないんですよね多分。まあ少なくてもこの億万長者合宿のやり取りでもう場数ね。4000本やってますわね。異常でしょ。だってプロモーションの動画なんてね、あの売るときに5話ぐらいですよ。6話とか。多くても10本ぐらいじゃないですか。プロモーションの動画って。4000本のプロモーションの動画ありますそもそも。ないですよ。<laughs> てか、もはやもう商品売り終わって、億万長者合宿の終わ湯河原の合宿終わってからの方が長えみたいなね。 何なんだこれみたいなね異常ですよねもはや <laughs> 久保さん多分このこのプロダクトローンチ異常じゃないですか多分ね類を見ないですよね多分 <laughs> もう商品販売終わってんのにずっとやってるって異常すぎますよねそうだから異常だからこそあのこの少ない再生数でも異常な売り上げが上がるっていうね だから、まあ、あの腹くくくっってやっててやさい。まあ、勝てまなんで勝てるかっていうとみんなそんな気持ちでほとんどネットビジネス入ってこないので大丈夫です。これからも一生ずっと多分そうです。そんな腹くくってネットビジネスやるやつなんかまずほぼいないですよ。一部のそれ,それは本当に一部ですね。だから結局ライバルはいないってことですね。<laughs> 腹くくってやってあの稼げないってことはねありえないですね。みんなぬるいんで。 みんなぬるくないですか、久保さん。ね。だから久保さんがね、ハイヒールのお酒飲,め飲むとかね、草食べて、あの草た、1万円もらえんだったら草食べますよっていうぐらいのマインドでネットビジネスやる人いないですから。僕もやりますよ。まあ今はやらないですけどね。スタートアップはやりますよ。ってかやってきました。嫌なこともやりましたよ、スタートアップは。嫌なことって何かっていうと、対面クロージングですね。 もう対面クロージングあんんま好きじゃないんですよ対面で高額ううを打っていくっていうのは <laughs> あんま好きじゃないですね対面で高額打っていくのだけどやらないといけなかったんで一番まあそれが制約率上がるっていうのを知ってたしうんまあセミナーもそうですよね最初だから僕がスタートアップでセミナーガンガンやってたんですけどセミナーもやりたくなかったですよでもやりたくなかったけど一番お客さんとの 距離が近いし、信頼関係を構築するのに、えー、有効であるっていうのは分かってたんで、やりたくないけどやりました、セミナーガンガンです。もうとにかくセミナーです。とにかくセミナーやりましょうつってね、オファーかけてね、久保さんともセミナーやりましたけども、とにかくセミナー、セミナー、セミナー、とにかくセミナーずっとやってきましたよ。やりたくなかったけどね。だけど、それがビジネスをやる上で効果的、お客さんとの関係性を すごく近くしてくれる。だってそれは目のリアルで会うわけですからね。で、リアルで伝えるわけですから。そんな伝わりやすいじゃないですか、そんなのうん。い、まあ、や、めっちゃやりました。でも今はもう2年以上セミナーやってないですけど、まあ、全然、まあ、あの、飯食えてるんで <laughs>。まあ、これからも多分ね、リアルセミナーはね、もうほぼやんないかもしれないですね。まあ、コロナもありますしね。うん。まあ、今なんかウクライナのもすごいことやってますし。 そうリアルはもうやんないっすね当分、うん、10年ぐらいやんないかもしれないですねもしかしたら, <laughs> から久保さんが60になってなんだあれですよね還暦迎え還暦還暦合宿みたいなね還暦還暦合宿面白いかもしれないです億万長者合宿じゃなくて還暦合宿みたいなね <laughs> いいんじゃないですか久保さん還暦還暦合宿じゃなくて還暦還暦 合宿でいいか <laughs>、ね。還暦長者合宿。よくわかんないな、前まあ、い,いや <laughs>、ね。もう旅行みたいな感じですね。還暦迎えて、還暦旅行合宿みたいな、わかんないですけど <laughs> その、一緒にお風呂に温泉に浸かりながら、なんか、あのー、話し合うみたいなね。還暦温泉合宿。あ、還暦温泉合宿これ、良さそうだ。還暦温泉合宿、どうすか。<laughs> 久保さんが暦を迎えがら10年後っすもんねいいじゃないですかでなんだかんだ言って10年以上やり取り続けましたねっつって風呂場でねその <laughs> 温泉入りながら語り合うみたいなでそこにお客さんもねあの500万ぐらい払ってもらえばいるっていうねそう <laughs> 参加費500万みたいなそう、はい、まあまあ腹くくってやってください いやいやいやればそ人生変わりますよ。変えられます。もう間違いないです。言い切ります。言い切ります。なぜならば、ライバルは腹くくってやってる人少ないので。はい。勝てますよ。本当に <laughs>。マージャン店のおっさんでも選ばれるようになったわけですから。しかもマージャン店でね、その日本一のマージャン店を経営してたとかじゃないですよ。赤字マージャンですよ。赤字マージャン店オーナーでも選ばれたんですよ。これなんか、 見方変えるとすごいですよね。普通だったら、なんか、100億円の企業の社長ですとかね、ユニクロの柳井社長、ソフトバンクの孫正義とかね、会社、従業員何千人、何万人、年商何億、話聞いてみようかなじゃないですか。えも、赤字垂れ流しのね、麻雀店のオーナー、おっさんの話を聞いてくれる人がいるんですよ。<laughs> その麻雀店の赤字垂れ流しの人の塾に入るんですよ。すごいですよね、久保さんね。 これ選ばれてなかったらね、1億なんか稼げなかっただろうし。でもなんで久保さんが選ばれたのかっていうと、腹くくってたからですよ。単純に、うんはい。真剣に向き合ってたからですね。はい、いってらっしゃい。